レッツゴー通勤編。はい、どうも、めちゃそうです。で、本日もやっていきましょう。本日は電車レゴー3、通勤編の方やっていきます。個人的には勝手に、隠れて名作とも呼んでます。でも、あんまりやってる人が少ないように思います、3は。なんか、2、3000万台があまりにも、ネットに出回りすぎて、3ってあんまりやってる人少ないんじゃないかなっていう風な、まあ、印象を持っています。まあ、そんなわけで、今回は何線をやるかというと、関東地区の、総武線の205系の方をやっていきたいと思います。まあ、昼でいいでしょう。新宿秋葉原ということで、新宿秋葉原は中央線じゃないのかなと思っちゃうんですけど、まあ、まあいいでしょう。総武線ということでやっていきます。まあ、武蔵野線の205系も、いよいよクライマックスというところまで来てますんでね、その流行りに便乗して、なぜか総武線をやるということですね。BVE の、武蔵野線をやれよっていう話なんですけど、あれはね、府中本町から東京までやってると本当に疲れちゃうんで、はい。まあ、今回は電車で行こうということになります。はい。通勤編ですよ、懐かしいですね。もうこれのプレイも相変わらず何年ぶりとかそんなになってます。ゲーム実況始めたから久々にね引っ張り出してやるような理由ができたようなもんで、じゃなかったら多分しばらくやらなかったと思うんだ。で、レーザーレゴー3ってまあ2、3000万台も難しかったんですけど、吹雪の小町とか。ただね、3はこれ中級なんですけど、この205系中級って言ってんのにすっげえ難しい、買った覚えがある。まあ当時の技量なんでわからないですけど、今はとにかくね、装着装通に敏感すぎる。ちょっとね、装着しただけで警戒出て、まあそれぐらいだったら他の電車レゴーでも作品でもそうだったかもしれないんですけど、警戒出て進行が出ると思いきや停止が出たりして、もうお前もうゲームオーバーになるしかねえじゃんこれとかっていうようなね、展開になるんで、このゲームすごい鬼畜なんですよ。なんで停車時分にはね、気をつけてやっていきたいと思います。はいはい、出る外からちょっと早めだったかな。どうだ、オッケー、よし、幸先いいぞ幸先いいぞ。そうで、3はさらに鬼畜なのが、ぴったり帝国じゃないとグレートが出ないっていうのが鬼畜仕様ですね。でこうやって駆け込みとかがあるとやっぱり遅れちゃいます、その分。まあその辺通勤編らしいギミックではあるんですけど、であとは0センチ出すと UFO が飛んだりねそれはちょっとよくわかんないんだけど、ブレーキもあんまりいいとは言えないし、やっぱりなんだろう、混雑してるとブレーキ効かないんだぞっていうのを知らしめたいのかわからないけど、ね、とりあえずこのゲーム電車レゴーシリーズの中でもまあ結構難しい方じゃないかなと思います。はいはいはい、中央線ね、結構ね、 3になって再現がリアルになったからね、急激にね。そういう意味では当時としては画期的なゲームだったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今でこそファイナルとかできちゃってるからこんなの普通だよと思うかもしれないけど、ね、こうやってホームの端に立ってる人のことを見なきゃいけないっていうね、もう実際の運転手さんは大変ですよ本当に。さてあと5秒ですね。まあ装着にはならないけど、あ、遅えか、遅えな、遅えな、1秒遅かった。ただまあ停止位置が 0m 範囲だったら2秒もらえるっていうのは結構優しいですね。で、実はですね、サンチャスブラザーズの梅チャソ、マエチャソ、ヤナチャソはこの総武線沿線の専門学校で出会いました。はい、なので、この区間やってるとね、もしかしたら懐かしいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、この新宿の方はあんまり行かなかった、3人で行ったりしなかったけど、言
はまあ詳しくは言わないですけど、後半の方の沿線とかすごい懐かしいですよ。まあもちろんこんな205系なんて走ってなかったけど、105系の装備線ってさ、相当希少価値高くなかったかな当時。ギリギリ見たことがあるんだけど、でもそれも本当に一回見たことあるかないかぐらいだから、相当希少価値があったと思う当時でも。まあ、それこそ総武線の205系が、武蔵野線に転属になりましたとかあったけど、それも本当ちょっとだし。さあちょっと待ってね、あと10秒ね。ちょっと引っ張りすぎたな。まあ1秒だったらいいでしょう。装着だけは絶対にしちゃいけないから。でも前回の山手線も1秒装着で警戒とか出てたからね、あれ本当何なんだよって話なんだよね。おい乗せてくれ。普通に挟まれる、結構グロいよね。はいはい、あー雨だー、結構早い段階で雨来たな。でもまあ昔から総武線線民だったんで、電車旅行で総武線が運転できるっていうのはすごい、なんていうか親近感が持てたというか、すごい良かったなっていうふうに思います。まあ本当当時は本当幼稚園だか小学生だかだったから、本当難しいのほんとできなくて、ずっとファミリーモードの209系とかやってたかな。はいはい、そうファミリーモードだとね、制限がないから、制限何キロとか、それに慣れちゃってるせいで、どこで 何キロ制限が出るかっていうのは全然覚えてないんで、その辺がちょっと怖いですね。まあでも総武線はそんなに出なかったかな。さてあと10秒、あんまり引っ張りすぎると粘着になるから気をつけて。まあいいでしょう、さっきから1秒遅れが多いね。まあ1秒だったら許してくださいって感じ。すごいな、向こうの201系、なんか右側の車両はドア閉まってるのに、左側の車両はドアが開いてるって。まあ、細かいところは突っ込むなっていう話なんでしょうね。このお猿さんがね、可愛いよね。めっちゃ可愛い、これ。はい、席違いやね。でね、通勤編はね、3は、発車時にいきなりフルノッチで入れないで、1ノッチで最初は動かすと、まあ、若干なんだけど、若干のサインにはなるんだけど、若干出だしが速くなるっていうのは、まあ、裏技というか、まあ、公式の、まあ、攻略法というか、そういう感じになりますね。まあ、ね、調子乗って飛ばしすぎると、粘着になっちゃうんで、粘着じゃねえや、装着になっちゃうんで。停車。ちょっとね、さっきから引っ張りすぎちゃうから、この低速域のブレーキの効きが結構いいんだよね。ぴったり来い。オッケー、いいね。いいね、いいね。お、3センチ。おお、なかなか好成績で違いだ。橋はね、もうそれこそサンチャスブラザーズの3人はよくね、ブラブラ歩いてたところで、
神楽坂にね、めちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんがあるの。あの、俺流ラーメンって言うんだけど、あの、ぜひ行ってみてください。あの、神楽坂の、ね、東西線の出口の近くにあるのかな。なんかゲーセンがあって、その近くにあります。で、まあ、昼時でもね、結構回転もいいし、ね、あの、なんだっけ、熟成塩ラーメンっていうのがね、すごい美味しかった。もう本当、毎回通ってましたよ。制限60。はい、飯田橋もね、今こういうこの辺に今駅があるんだよね。今ね、行ったことないんだよな飯田橋。じゃあ6ぐらいでかけといて、低速域のブレーキを効くのが意外といいから。あからさまに飛び出してるやついる。怖っ。はい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 、あと5秒。どう、あーあー、なんかいろいろ、ああ前回の山手線もそうだったけど、後半に行くにつれて集中力が切れてくるんだよねすごいカーブだな、すごいカーブだな、本当に東武の浅草みたい。はい、次水道橋。この辺がね、もう駅間が短いから、皆さん野球って見に行きます？あの、めちゃくちゃ全然興味なくてだから、なんだっけ、東京ドームとかで、あ、でも東京ドームで一回野球見たんですよ。ただ全然面白くなくてで、周りの人も言ってたのは、今日の試合は面白くないって言って、ただでさえが興味ない人が面白くない試合見に来ても地獄だったなはいはい、停車駅知ってますよ。あー、これちょっと遅かったかな、ブレーキが。8位でいただきましょう。これは止まらないんじゃないか。止まれ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 ー嫌な予感すんなー。これぜ、もう完全に前回の山手線と一緒じゃん、展開がさ。なんか、なんだっけ、代々木で、ね、オーバーランしたんだよね確か。あ、進行でよかった。これで警戒出たら俺泣いちゃう。いや、もう完全に後半になると集中力が途切れるね。あ、いかんいかん。ちょっとね、ここで回復していきましょう。全ては雨のせいなんだよ雨がね、やる気をね、なくさせてんだよ。早朝とさ、深夜をやってたから、もうここで始発の関取合戦とかね、まあ、そこまでガス、まあ、関取合戦になるほどではなかったけど、懐かしいな。ちょっと早いな。ちょっとね、勾配がきついからあんまり引っ張るとあれかなって。 48cm って超ギリじゃん。注意っすか。最後の最後で注意っすか。もう進行、あれどういうこと
え、こんなパターン初めて見た。え、途中で変わるんだ。はいはいはい。ほとんど意味のない注意だったね、今ね。秋葉原ね。秋葉原に絆寿司っていう高級寿司屋さんあるんですけど、食べ放題の。あれ、良かったですね。まあ、良かったですねって言って、食べ過ぎて、地獄を見ましたけど、ね、頼みすぎてね、まさかね、あんなに出てくるとは、みたいな感じでやりましたよ。あー、やべ、そんな話をしてたら、すごい円着になっちゃった。これはまあ、遅れちゃうわ。はいはい、まあ2秒だから許してください。そうそうそう、前の職場の先輩たちと行かせていただきました。キズザン寿司っていう高級寿司屋さん ね、まあ腹いっぱい食べれたから幸せだろお前って話なんですけどねいやー、まあいろいろドラマがありますよ、総武線線には。おお、100点だって。まあ信号標識は守ってますからね。はい、これなんかムービーとか出たりしますか？あ、いいですね。もうね、3はね、もう1、こういうのがね、いい演出をね、してる。はい、ということで今回は、総武線の205系でした。いかがでしたでしょうか？まあ、武蔵野線の205系ももういよいよクライマックスというところまで来てます。まあ、武蔵野線の205系がなくなったからといって、まあ、ね、日本で走ってる205系がなくなるわけじゃないけど、まあ、首都圏で走ってたのがまあなくなるっていうことで、まあ大きな説明ではあるのかなっていうふうに思います。はい。まあできればね、なんて言うんだろう、VVVF に改造しなければもうちょっと愛着があったのかなって思うけど、まあしょうがない。京葉線の越中島のあたりの坂が登れないっつうんだからね。ああ、いい曲だ。ということで、まあこれだけではもったいないので、まあ他に3いくつかやっていこうかなっていうふうに思います。まあ今回の動画はこれで終わりになるんですが、まあお楽しみにしてください。他にもやります。3はまあ、ため撮りであと2路線ぐらいぶっ続けてやろうかなと思ってるんで、お楽しみにということでですね。すごいなぁ。この写真を撮った人たちってさ、相当あれだよね。誠意を持って撮影されてますよね、ほんと。当時、総武線をさ、日常をちゃんと撮ってた人なんて本当に少なかったと思う。ただらい生活で、ね。撮り鉄の人口も今より少ないし。低運転台の103系じゃないですか。ねえ、できれば103系もできればよかったんだけどね。まあ同じ区間を209、205、201ってやってったら、まあさすがにマンデリになっちゃうからな、やんないのかな。いい曲だ。まあ大体20分ぐらいの動画になったかな。てかムービーまだあった気がする。だからこれはなんかいいバージョン、いいバージョンと思うんだって言ったら悪いバージョンがあるんじゃんって話になっちゃうけど、普通のエンディングもあるよね、多分。あれなかった？あ、ほらほらほら。これは普通のエンディング。さっきのは何なんだよって話なんだけどね。いちいちいい BGM ですよ。あ、いいね、いいね。この辺は歩いたよな。この辺ね、4月になると桜綺麗なんで、ぜひ行ってください。まあ総武線にはいろいろ思い出がありますよね。最近はやれホームドアだのなんだのって言って、昔の総武線には考えられないね、設備ができちゃって。すごいね、よくこういう映像が残ってるよな。ね、今や209系ですらないからね、総武線にはね。
あ、よく乗ったな、西船橋行き。そう、西船橋行きにね、帰り乗ってもね、お家までたどり着けないんですよ。ね、よく来たな。空いてるからよかったけど。はい、ということで、総武線205系のプレイの方はこれにて終了したいと思います。JKKL ってなんやねんって話なんですけど、はい、セーブします。はい、ということで今回は総武線205系何回言うねんって話だけど、はい、総武線205系でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。失礼します。